はい、皆さん、こんにちは。今日は、グダグダ料理教室の第55弾ということで、今から、いなり寿司を作りたいと思います。いなり寿司ですけれども、皆さん、大好きだと思います。私も、ね、お寿司の中でもね、1位、2位を争うぐらい好きです。ということでね、今日は、いなりさん。まあ、揚げとかね、味付いたやつとか最近では売ってますけれども、今日は、揚げに、この油揚げに味をつけるところから、やっていきたいと思います。ね、そんなに難しいことはありませんのでね。で、また、調味料と一緒に煮るだけですので、パパッとできてしまいますのでね。でも、簡単。そんな難しいことないんで、ね、やりやすいかなと思います。はい、それでは、早速ですけれども、材料を紹介していきたいと思います。だしを出します。はい、ではですね、早速、材料ですけれども、まず、お稲荷さんですからね、もちろん、お揚げ。揚げを使いますね。今日は、油揚げの、四角い、正方形のやつ。ですね、これが、8枚油揚げが8枚ふっくら油揚げを今日は使います。これが、8枚です。この四角いやつね。で、それから、だし汁なんですけど、まず水が 350ml と、今日はですね、この市販の、売っている顆粒のかつおだし、これを、使ってだし汁としたいと思います。これ手っ取り早いですのでね、今日はちょっと簡単な方法でね、やっていきたいと思います。で、かつおだしですけれども、今日、使うやつは、で、おっとっとっとさ、こんな感じでね、小袋、この辺でやらなくてはいか、小袋になってますので、これを、1袋分使えばいけるかな。1袋使いましょう。はい。これじゃ入れておいて。で、調味料ですけれども、今日は薄口醤油ですね。これを大さじ2。それから、砂糖が、大さじ5使います。で、それでは、早速ですけれども、調理をしていきたいと思いますが、油揚げは、油抜きは別にしてもしなくても、どっちでも構いません。別にね、油抜きしなくても、大丈夫ですので、正直なところはどっちもね、油抜きとかするのめんどくさいなぁと思うので 早省いてしまうことが多いですけれどもね。まあ、してもしなくてもどっちでもいいです。今日はもうせずにいきたいと思います。ので、ちょっと揚げは出した後で。まして、先にでは、だし汁をここに入れて、この調味料、煮汁をね、先に合わせていきたいと思います。これ全部、まず、だし汁、入れて、だしの素と、お醤油と、薄口醤油と、砂糖を加えて、これ、混ぜてしまいます。全部これ合わせて混ぜてしまいます。砂糖を溶かしてしまいます。ここで、こんな感じでいいかな。
なので、この砂糖がね、もうシャリシャリ言わなくなったら、溶けているので、これで大丈夫です。はい、ここに、油揚げですね。これ、はい、油揚げをかけて、ここにね、ここに入れてしまいますね、一緒にね。で、これ切ってから煮ると、破れてしまいますので、煮てから切っていった方がいいかなと思います。はい、こんな感じでね。入れてしまいましたら、はい、これで、ちょっと待って。なら、ちょっと待ってください。よいしょ。はい、ここに。ちょっと移動して。ちょっとこれで、はい、火にかけて、これで火にかけて、ちょっとこれ沈めながらね、ちょっと鍋がいっぱいになっちゃった、うん、だけどまあこれ見ていくと沈んできますので大丈夫です。こんな感じでちょっと箸でちょっと入れながら、これで、だいたい15から20分ぐらいですかね、煮れば、いなり寿司の揚げの完成ということになりますので、一旦パート1ここで終わりまして、また20分ぐらい経ったらどんな感じかなっていうのを撮影していきたいと思います。それでは一旦終わります。